せーの、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、のったんです。ということで今回も宇宙人狼やっていこうと思うんですが、今回は自分がインポスターになり村叩きが始まった時の気配の消し方をやっています。ということで今回も行ってみましょう。それではどうぞ。通称宇宙人狼アマングアス。このゲームのプレイヤーは宇宙飛行士となって数名のクルーメイトと行動を共にします。各プレイヤーはそれぞれ別のタスクを与えられ、全員がこのタスクを終了させることを目的としています。ただしクルーメイトの中には1人から2人のインポスターと呼ばれる裏切り者がいます。各プレイヤーはタスクをこなしながら様々な情報を集め、会議をして一番怪しい人間に投票します。投票された人は死んじゃいます。全てのインポスターを追放したらクルーメイトの勝利。インポスターは自分が裏切り者だとバレないように邪魔したり殺したりしながらクルーメイトの人数を減らし、自分たちと同じ人数にしたら勝利となる。さあそれでは今回もレッツ宇宙人狼。ミュート。来たぞ来たぞ来たぞ。ということで今回もよろしくお願いします。19人局ですね。9人局頑張っていきたいと思います。さあどういう感じになるか楽しみだね。あ、電気消えたね。あ、今の豊さんやっとけばよかった、ミスった。一人しかいないんだったらやりたいな。豊さんしかいないんだったらやりたいな。あ、おっと、オッケー、でここやってオッケー。これはオッケー、みんなで行く。あ、リアクター押したのか、白馬さんが。そういう感じね、そういう感じね。いいよ、見ててあげよう。いけるよ、白馬さん、白馬さん、白馬さん、いいよ、行っていいよ、いいよいいよ、行ってよ、行ってよ、行って、やってよ、やって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 いいよ。いっか、まあいいだろう。はい、うわ、2人です。うわ、マジか、早い。とりあえずリアクターで豊さんが死んでおりました。はい、リアクターで豊さんがやってた。私リアクター1回も行ってないです。俺も行ってない、ついさっきまで。今初めて自分素通りしました。素通りした。え、はい、あ、僕とトッシンさんと白馬さんと豊さんで、さっきリアクターのミッションの、あれもう一人いました。リュンです。リュンさんいましたか。はい、はい、リュンさんもいまして、そのリュンさんはですね、豊さんが最後にリアクターに残ったのを最後に、うん、でセキュリティに突進さんで、私はアッパーエンジンに行って、アッパーエンジンからその、メッドベイの上の通路を通ろうとした時に、アッパーエンジンの部分とカフェテリアの部分が閉まりました。はい、うん、閉まってた、閉まってた、うん、ってことは、でこれも、でこれも大変死んでるなと思って、で時系列的にトッシンさんがそのアッパーと、まあ、なんかその四方を閉めて、はい、リアクターで豊さんやって弁当かなんかで逃げたのかなとかいう説も考えれるんです。と最後に残ったのが、豊さんとトッシンさんだったんで。なるほど、なるほど、なるほど。一応疑ってます。リアクターにですか。そう、リアクターに行ったじゃないですか。なるほどな。はい、で最後そうです、僕と最後、僕と白馬さんが多分最後の方にいたんですけど、その時まだ生きてて、僕ベッドベイに出たんで、その後3人が残ってから僕わからない、ね、いや僕と白馬さんもトシンさんが行ってすぐにアッパーエンジンから回って、うん、今カフェテリアにちょうど到達してるぐらいなんですよ。そしたらちょうどボタンの前ぐらいかな。僕さんになっちゃいました。で自分あの押そうとしました。あのだって僕アッパ2人の前に、うん、アッパーエンジンからメッドベイに入ってるんで、はい、僕がもしリアクターに行くんであれば、もう弁当しかないですね。使ってもいけるんですかね、セキュリティに。いけますね、メッドベイセキュリティは弁当がつながってますね。そうだったら僕とリュウさんローラーで行けると思います。あ、全然構わないんですけど、その私が見た確認、見た情報だとリアクターのやつ終わってからセキュリティに行ったのトッシンさんだなっていうのしか覚えてなくて。なるほど。で、そこで扉が閉まったんで、
これ八代さんとか亀さん右側にいたんですよね。右側にいました。最初右側の、あ、右側っていうかあれ、うん、カフェテリア行ってアドミンだね、うん、あの辺だ、ちょうど真ん中あたり。俺もアドミンからカフェテリア行って、でそこで扉が閉まって、あ、これやばいなと思って、うん、その後扉開いた後に左側に行ってリアクターで見て、うん、って感じです。はい、亀さんのなんだろう、ダウンロードのタスク僕と一緒だって、あの大体白っぽい動きなんで、うん、僕は白だと、亀さん白だと思うんで、これはセルフではないと思います。なるほど。で、すいません、リュウさんさっきちょっと遮っちゃいました、ごめんなさい。あ、すいません、私がその最後に、なんだろう、まあ、再三にわたって言いますけど、アッパーエンジンからカフェテリアに向かうときに閉まったんで、確実にその閉まった状態でやれるのはトシンさんだかなって思ったわけです。まあ、とりあえず僕グレー目線でトシンさん見たいと思います。了解です。了解です。うわぁ、あれ、ありました、入ってる。あ、なるほど。いや、これまずいんじゃない？あら、あら、では、ローラーをお願いします。お願いします。はい。完成しましょう。トッシンさん、今なんで右走ってった？オッケーオッケーオッケー、ダシ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 。はい、ローラーやりましょう。ローラー完成しました。誰が死んでる？ローラーしてもらってもいいんですけど、はい、もしかして、はい、あの、ごめんなさい、はい、僕から釣ってもらっていいんですよ、何もあれはないんですけど、僕村なんで、はい、もしかしてリュウさんも村説があって、これルミナスさんさっきどこにいました？僕はエレクトリカルと大体アドミンストレージあたりですね。そうね、あのアドミンでずっと見てたの俺は確認してる。で、今トシさん、しかも今ルミナスさんはエレクトリカルが電気消えて、今の今って多分ヤシロさんとリュウさんで、ヤシロさんとルミナスさんですよね、今あの配信の前にいたので見てました、うん、これ多分鬼だったらわざわざ多分つけに行く意味がないと思うので、うん、確かに本当ですか。あ、じゃあもう僕本当に言うことないんで今日僕から釣ってください。もうあのさっきリュウさん釣れたんであれば一郎は落ちるのかな。これでもリュウさんが村だった場合村叩きし合ってるんで、そこだけは申し訳ないです。それはないんじゃないかな。これめっちゃ白くないですか。でもトッシーさん、そう思うけどね。ちょっと待って、俺村だったら釣られたらダメなんですかね、これ。いや、村だったら釣られない方がいいのかなと。ただ一応唯一気になるとしたら、カフェテリアで今トシンさんが速攻右に走ってたのはなぜかなって気になってはいますけど、うん、僕もタスクどうせ死ぬから終わらせようと思って無視していきました。まあまあまあ、これリュウさんで落ちてればいいんですけど、リュウさんで落ちてなかったら村かなり痛手ですよ。もう、まあ、しゃあないと思います。タスクにも入れてますし、まあローラーは完遂だ、うん、まあリュウさんの了解です。もあるんで、はい、僕は亀さんをとりあえず一緒に動きたいかな。あ、わかりました。まずね、白だと思ってるから。何し一郎は釣れると思うんで大丈夫だとは思います。ね、本当ですか。はい、僕は一応白馬さんですよ。僕一緒に釣れてるでしょ。自分に。ちょっと織田裕二のモノマネで最後あがいてください。ゆうと。やばすぎる。ないんかい、ないんかい、そらないけど。さよなら。ナイス、わあ、こんなことあった。あ、マジか。ナイス、ごめんなさい。皆さん、今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったんゲーム実況実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。